俺らプロはこうやりますよ。お金に暮らしてんどー。はい、今回は2021年の3月申告版10分でわかる音楽家のための確定申告のお話ですね。その中で支払い調書を使って売上帳を作ってみようじゃないかというお話の1個目の話をしていきたいと思います。本日のお話こうなってます。何が1個目かっていう話もしますね。まあいよいよ確定申告始まってまして、でまあ今年2021年のね4月15日まで延長になっておりますので、まあ今この動画を公開するのはすでに3月15日過ぎてますが、本来の締め切りは過ぎてますが、2021年4月15日に向けてこんなお話をしております。今回は支払い調書からね売上帳を作ってみましょうというお話で、何が一つ目かっていうと、まだ申告はしていない、4月15日までだからまだ申告はしていないよという人の説明を今日はしたいと思います。次回でもうしちゃったよという人の説明をします。今回はしてない人の説明ですね。はい、というわけで初めに本編に入る前にこのお話をしていきたいと思いますが、この話はもういつものお話になりますので、知ってるよって方は1分ぐらいシュッと送っちゃってください。この動画ね、パワーポイントで動いておりますが、レジュメの PDF に、まあ、データ変換したものですね。これを音楽のラインアットでお渡ししております。音楽のラインアット、何ですかそれっていう方のために、このね、YouTube の下の説明欄、概要欄の方に音楽のラインアットでのありまして、こちらの方で送っていただいて、で、メッセージで、まあ、レジュメちょうだいとかって言っていただければ、過去のレジュメが、まあ、ほぼほぼ全部入っている Google ドライブのリンクですね。こちらをお送りいたします。そして、同じこのラインアットで、栗原に直接質問、相談ができます。で、全部この目で見まして、この手で全部チャットで打ち返すんですけれども、まあ一人でやってるんでごめんなさい。ちょっと遅くなっちゃうときあるんですね。それでもいいよっていう方は、どんどん質問、相談お寄せください。というわけで本編入っていきましょう。こちらね、売上の簡易帳簿、売上という話なんですけども、ごめんなさい。ですね、これ売上帳なんですけども、まあ原則通りの簡易帳簿の作り方っていうお話、それから65点の売上帳の作り方のお話って、まあ、こんなやむを得ないケースですね。こういう2つのお話を先日したんですけれども、今回ですね、このやむを得ないケース、65点の売上帳の作り方のお話をしたいと思いますね。まあ、どういうことかっていうと、本来だったら原則通り簡易帳簿を作るというふうにね、まあ、決まっているんですけれども、まあ、それがなかなかできないという方もいらっしゃると思うんです。で、これからはやっていこうかと思ってますけども、過去の部分はちょっと遡ることは難しいございますって方もいらっしゃいますよね。わかります。その方のために、じゃあ100点満点はちょっと取れないと思いますけれども、だけど何もしなかったら0点になっちゃうから、まあ、65点ぐらいの売上帳を作って、もし税務署の人から聞かれた時にはこんな感じで作ってみたんですけどって言って、あ、そうなんですねって、じゃあ過去の分はこんな感じにしましょうかって、これからは、なるべく正確なの作ってくれると助かりますなんて、まあ、指導って言うんですけど、こんな風になってるといいよねっていう、ね、まあ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 、そこまでに何年かかるか分かりませんので、その間も寝つきがいいよねというお話を、しました。で、それに伴ってこの65点の売上帳を今回は支払い調書から作ってるんですけど、前提として支払い調書にはリスクがあったよねという話をね先日いたしました。どっかの動画でちょっと見てみてください。で、そもそも法律通りじゃないってことですね。法律だともう事業所得は簡易帳簿っていうのを作ってって言ってるんで、支払い調書の1枚でここにいくらって書いてあるの、これをそのまま使ったのでは、まあ、厳密に言うと法律としてはちょっと足りない、資料が足りないってことになります。で、もう一つは形状がずれる可能性がありという話をしました。今日はね、もう本当にサクサクっとお話しますけど、0314、3月14日の動画から見ていただくと分かるんですけど、簡単に言うと、年末、支払い調書っていうのは年末の仕事が年始に振り込みのことが多いので、支払い調書なので、支払い調書は支払ったタイミングで計上するので、まあ、年末の本来収入として計上するべきものが漏れる恐れがあるよというお話をしました。はい。ちょっと詳しく知りたい方は0314見てみてください。というわけで、今回は今まで支払い調書で申告していたんだけれども、この一連の音楽の動画とか本を読んでみて、もう、私ちょっと法律で決まってる売上帳っていうのを後からでもいいから作れる範囲で作ってみようかなっていう人のためのお話になります。はい。で、今ですね、おそらく2通りの人がいると思うんです。ざっくり分けるとね。どの2通りかというと、もう今回の確定申告書を提出しておりますと。2021年の4月15日までの締め切りなんだけど、もう早めに出しちゃったっていう方が一通り。そしてもう二つ目のパターンは、まだ確定申告書を4月15日までだから出してないもんっていう方、両方いらっしゃると思うんです。で、今回この動画では、二つ話すんですけど、今日の今ご覧のこの動画では、
まだ提出していない人の話を先にします。で、おそらく明日の動画でですね、こちらの、もうすでに提出した人のための話をしていきたいと思います。はい。というわけで、この提出、まだね、していないよという人、何が言いたいかというと、まだ直す余地があるって意味です。今回こんな作業を一緒にしていきましょう。どんな作業って3つに分けました。まずね、支払い調書ね、手元にあると思います。支払い調書とか、それからまあ支払い調書じゃなくてもね、いろんな資料があると思いますが、この数字がまあザクッとしてますからね、支払い調書だったら年間1本、これを分解します。そしてその後に何をするかっていうと、発生した月、1月なのか8月なのか12月なのかが分かるものは売上帳に書いていくと。おお、簡易帳簿作成です。はい。そして分からないものもきっとあります。なかったらないでいいんですけれども、あったらこうやって書こうねというお話をしていきたいと思いますね。まあ、しつこいですけど、この動画はまだ提出していない人用の話、確定申告書をまだ提出していないので直す余地があるという人のお話になります。はい。じゃあ、この1番の支払い調書の数字を分解するというところから見ていきたいと思いますが、どう分解するのかというと、支払い調書ってこんな見た目なんですね。で、まあまあ、いろいろ住所とかいろいろ書いてありますが、今回使うのここです。支払い金額、ここの、ここに書いてある方が、あなたに年間、まあ今だったら2020年だと思いますが、2020年の合計トータル、141万払ったとかってここに書いてあるわけです。まああなたの支払い調書にはいろいろ書いてあると思いますが、こういうの何枚もある人もいると思いますが、今回ここの数字を使うと、141万を使って、これを分解していこうということになります。で、これを分解するんですけれども、これどうやって分解するかって言ったら、もうメモとか、記憶とか、いろいろチラシとかいろいろあると思うんです。こういうものももう外総動員して、なるべく分解、分析してみてください。ね。で、大丈夫です。仕切れなかったらここに不明っていうのもちゃんと作ってるんで、これポイント。これポイント。不明。ね。音楽らしいでしょ。ね。で、分解するとですよ、きっとこうなると思うんです。12月分からスタートすると思います。なぜなら支払い調書は、1月から12月までの支払いベースなので、1月の頭のさっきのね、クリスマスライブ配信みたいに、1月の支払いの中には2019年12月のクリスマスライブ配信の数字が2020年1月支払いっていうことで入ってる可能性があると思います。入ってない人もいると思いますけど、入ってる可能性があります。なので、ここに12月ね、1年以上前の12月の数字が入っている可能性があります。こうやって分析していきます。で、やっていくと、まあ、12月、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、で、きっと11月までですね。まあ、12月分が入っている人もいるかもしれません。でも、12月分は、2021年の1月支払いとかっていうと、これがね、この支払い調書には書いてない可能性、高しですね。もちろんあったら12月で分析、分解してみてください。で、ポイントさっきも言いましたけど、不明っていうのは不明のまま残しておきます。ただし、この不明の金額も入れて、ここを全部足したら合計の141万円、ここはさっきの支払い調書とここ一致するようにしましょうねって。まあ、逆に言うと12月からブワーって分析してって、全部済んで、ああ、合計にいくら足んないやって、それが不明分だってことになりますね。まあ、実際にはそんな感じでやっていくと思います。で、この12月、1年以上前の12月と、それからこの不明分のね、それぞれの数字、これはちょっと置いときまして、1から11の分までを各月の帳簿に入れていきたいと思います。まあ、1月からいきましょうか。ね。1月売上帳こんな感じです。ちょっと細かくて見えない方はごめんなさい。PDF を、音楽から、ダウンロード、まあ、最後はダウンロードなんですけど、うちから送るとかで見てみてください。まあまあまあ、簡単に読みます。1月の売上帳に、まあ1月の売上帳、さっきここに見るとね、10万円って書いてあったんです。10万円までは分析できました。で、分析したからには、その中身もきっと分かってると思います。あなたの中では。そしたら、その中で、分かる日付に関しては、10日にレストラン、そなたで3万円仕事したの、源泉も引かれたの、20日にやっぱりそなたで2万円の仕事したの、源泉も引かれたの、30日もそなたで仕事したの、3万円だったの、その日は、って言って、ここまでだから8万円来ました。そして残りの2万円に関しては、そなたで仕事したことは分かるんだけど、日付分かんないのって人は、もうここに日付が分からないときは、もうここは正直に、後々税務署の人が見に来て帳簿見せてくださいって言われたときに、適当なこと書くとこれずれてますよとかって嫌でしょ。だからここはごめんなさい、分かんなかったんですって正直に書いてください。日付不明って書いて、こちらの方がよっぽどいいです。なので、分かんなかった、1月ってのは分かってるけれどもですよ、1月ってのは分かってるけれども、1月かどうかも分かんなかったのはこっちですからね。
1月って分かってるけど日付までは分かんなかったものはこう書いておくと、まあまあさっき見たようにあの分かる範囲で日付ごとに書いてるわけですね。こんな風にやっていくということになりますね。でまあ同じようにまあ別の日付でも作っていくんですけれども、まあ1月のポイントで言うと、一応念のためこの売上累計バーっていきますと、下の方にね当月合計っていうのが出てくるんですね。ここの10万円っていうのは、ここの月合計はさっきの一覧表ですね、ここですね、ここと一致するようにまあするよということになりますね。で同じように 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 まで作っていくわけですけど、これこの同じような感じでね、OK ですかね。はい。ところが、12月だけちょっと特殊になります。12月だけちょっと特殊だというふうになります。で、まずはその特殊なんですけど、まあ、ちょっと特殊、何が特殊かっていうと、まずはこの上のところ、ね、まあ、また10日、20日、30日、レストラン、そのと書いてありますけれども、まずはここに12月分の発生分を書きますということになります。ってことは、これ、支払い調書には出てこない数字の可能性高しですよね。支払い調書って、ほら、一月ずれだったり、現金渡しの場合は別ですよ。でも、振り込みの場合だと、12月の発生分は、2021年の1月の支払い調書、支払い分として、2021年の支払い調書に載ってくる可能性高しなので、ここはもう、いよいよ自分で調べて書くということになります。まずは、ここに12月の発生分を書くということになります。で、ちなみに、まあ、後々出てくるので見とくと、この12月分発生分は3,333万円で3,412万円だと。ね。これがあなたが把握した12万円ということになります。で、この後です。この後がね、結構ポイントなんですけども、俺らプロはこうやりますよっていうお話。どういうふうにやるのかっていうと、俺らプロは、この12月の末、まあ、システム上で言うと、専門用語で言うと13月って言ったりするんですけど、こういういろんな修正は、この12月の次のところ、13月っていうところでやったりするんですね、プロは。で、まあ、12月までの売上帳を簡易帳簿で作りますので、13月を作る必要はまあないかと思います。なので、13月っぽく、12月の売上帳、さっき4行書きましたね。3万円かける4で12万円って言いましたけど、その後の行に、ここに、まあ、わかりやすく1行開けたりなんかして、何を書くかっていうと、昨年の未計上分ありましたよね。2019年12月で支払い調書でやってたから、あ、いけね。なんか、本当は今年の申告なのに、漏れちゃったみたいなやつ。あの、未計受分をここにまとめて書きます。だからここに、相手先ってところに実は、なんて書いてあるかというと、そなた、昨年未計上分って書いてあります。これが11万円ってことでね、11万円っていうのがあったはずです。ここですね。ここ。この未計上分があったので、これを、まあまあ、計上したと。ね。1月の帳簿に書くわけにいかないので、これはもう特別なところの場所にここに書きますというふうに。ね。13月だと思ってください。そして次の行に何を書いてるかっていうと、何月の分かが分からなかった金額がありましたね。さっきね、不明分ってやつです。何月か分かんない。でも合計は141万なのかっていうことで差額でやったやつです。支払い調書じゃなくてももちろんありますよね。なんだか分かんないけど確定申告に金額書いたんだけど、どうにもわからないみたいな。金額、ここはもうね、そういう金額はここにまとめて書いておこうと。で、さっきの、まあ、そなた、レストラン、そなたがね、まあ、1枚だけだとしたら、ここに10万円のさっきの不明分を書くと。そうすると、本来の発生分と、昨年の未計上分と、何月か不明な分を全部足すと、まあまあまあね、12月分には33万円っていうふうに、まあ入ってるということになります。OK でしょうかね。はい。で、この最後のとこなんですけども、12月の特殊なところの最後の説明になります。これ、最後のここのとこね、ここアップしたものなんですけども、当月までの合計が153万ってなってます。これ何のことかっていうと、さっき支払い調書141万でしたよね。お、なんかずれてるぞということ。で、何がずれてるかっていうと、支払い調書の計算を今までしていたのに、今回音楽とか、の、まあ、動画とかね、この動画とか、あと音楽本とかを見たことによって、発生なんだ。あ、クリスマスライブ分とかずれるんだ。っていう風に知った人は、今回から、うん、ちゃんとやろうかなって。しかも、まだ確定申告出してない人用ですから、あ、直そうと思えば直せんだっていうことで、発生による正しい計算。つまりさっきで言うと、このここです。ここの12万円を把握したので、結局、13ヶ月分を計上になったりします。この気づいた年だけ。
過去はだから12ヶ月分ずっとずれたまんま12ヶ月分で計算してたわけですね。ですよね。はい。で、今回は気づいたので、ああ、そっか、ずれてたんだってことで、気づいた年だけ実際には13ヶ月分で計上するっていうのが、これが実務上のやり方になります。本当は過去に登って全部なんか直して引いて、足して引いて、足して引いてって、まあやったら本当は一番正確なんでしょうけど、実務上はそういうことしません。13ヶ月分、直近の一番新しい気づいたところの確定申告書で13ヶ月分計上ってなります。で、どの13ヶ月かというと、今回の例だと、支払い調書でもともとずれた12ヶ月分を拾ってます。そして最後に、ああ、発生だったんだってことで、途中で気づいて12万円、ここですね、ここですね、まあ、さっき言った12万円ねって、ちなみにって言ったら、ここを足すので、12足す1ヶ月で、13ヶ月で153万円っていう金額になります。だから、今、これを見る前の動画の方は支払い調書から拾っていたら141万円にきっとなってますよね。確定申告書とか、収支内訳書とか青色決算書とか、そこに今回のこの発生分のこれを、あ、こっちを足して、そして今からだったら153万に直して、まだこれから申告書まだ出してないから出せるよねって、こういうお話になります。はい。で、まあ、そもそもね、なんでやってるのかって言ったら、青色申告でも白色申告でも簡易帳簿っていうのは必要なので、今までのところがかけてなかった、作れてなかったんだけれども、まあ。支払い調書とか、あと支払い調書じゃなくてもいいんですよ。もちろん支払い調書と、あと自分でやったコンサートとかをミックスでやってた方は、そういうのを全部遡って、自分のコンサートとかもこういうところに全部入れ込んでいくわけですけれども、ね、そういうふうにやって作ってみるということになります。で、完璧にできなくても、65点でも、まあ、今回のやつだと、どうしたってパーフェクトにならないですよね。そもそもだって、昨年の積み残しとかあるし、ね、不明文とかあったりしますから。だけど、65点でも、もうやれる範囲で作ってみた方がいいです。これは間違いないです。なので、ぜひね、やってみてください。はい。というわけで、まあね、本編ここまでになりますけれども、2020年からのこのコロナウイルスの流れで、公的機関から見たときにですよ、公的機関から見た角度では、どうやらプロの証っていうのを確定申告書を事業所得で出しているということが、大きな証になるんだということが、もう、ほぼほぼ分かってきましてね、もう本当に嫌というほど分かっている方多いかと思います。俺もそうです。なので、この確定申告の基礎っていうのを知っておくってことは、あなたのこのご案内クレッシェンド力ですね。いつも言ってるクレッシェンド力です。これを上げるっていうふうにね、ものすごい役立つはずです。ぜひ上げてほしいしね、一緒に上げていければというふうに思います。またこれからもいろんな動画出しますので、ね、その辺を見て一緒にやっていければと思います。まあそんなこともありますので、ぜひお見逃しなくということで、チャンネル登録かな。こういうのしていただけるとね、この辺からピッとかってやっといてもらえるとすごい嬉しいですし、あと下の方に、ね、あります。高評価ってグッドってやつがあると思いますので、こちらの方はピッとかやっといていただけると、明日からの動画を作る活力に直結いたしますので、どうぞよろしくお願いします。また他の動画でお会いしましょう。